函館市の特別養護老人ホーム・慶楽園では、家族の同意なく少なくとも2年以上前から職員が認知症の入所者に対して下半身をシーツで巻きつけたり、ベッドを柵で囲うなどしていました。これを受けて、今日う函館市の職員5人が施設への監査を行い、理事長らから話を聞くなどしました。市の監査は今後も継続していくということです。